口に何も色がない。こんばんは。お疲れ様。アイスありがとういっぱい。こんばんは。あわあわもありがとうございます。お疲れ様。夏バテしてないですよ。私なんか寒くて基本めっちゃ寒がりなんですよ。でなんか、まあ、室内におることの方が多分多いと思うんですけど、個人的には常に長袖結構着てて、今半袖だけど、半袖の上に結構なんか羽織ってて、なんかバテることないですね。自宅なんですか。そう、私の部屋です。クローゼット。当たりありがとう。ピカピカピカ。その冷房が寒い。インドアだよ。もうなんかインドアすぎてやばいんだけど。イス。ありがとう。エアコンつけてます。除湿つけてる。ありがとう。もぐ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 ってかガブガブ。ありがとうアイス。あ、そう、リリースイベントが決まりました。そうなんですよ。7月の28日にイオンモールの幕張新都市合ってる、これなんかね、前回イベントやったかな、合ってる。なんかね、なんだっけな、何でやったんだっけ。なんかね、シングルでやったところ、そうだよね。覚えてるよ。やりました。大きいイオンモール。後悔？一期？後悔か。そのなんかね、何日？ 7 月28です。もう今月の、ま、終わりぐらいですかね。外だよね。そうですよね。そう、前回も外で、そう、覚えてますよ。そこでの、イベントが決定しました。リリースイベント。ナイス、ありがとう。ありがとう。幕張新都市か。ね、暑そうなんですけど、7月28ってもう梅雨も明けてるだろうし、追加が決定しました。ぜひお待ちしております。前回関東でさせてもらった時に川崎でさせてもらったんですけど、その時に、まあ次にフェスがそう入ってて、長い時間、まあ、できなかったので、結構それをみんななんかちょっと残念、メンバーね、も残念だってなったので、そう、ちょっと今回は後ろそうないので、今のとこないですよ。入れないでって。ありがとうございます。
そう、でもそう、前回がねちょっとねできなかったよって人も結構買えなかったよって方が結構いらっしゃったので、ありがとうございます。初見さん、中村舞です。投げチューしてありがとう。何時までか分かんないですけど、何時までか分かんないけど、ああでもなんか私さ、なんか前回その川崎が終わった後に次は、まあ、愛媛っていう状態だったんですよ。愛媛控えてるって感じだったんですけど、なんかその時になんかスタッフさんが愛媛、今回ちょっと後ろがあったけど愛媛はもう本当に絶対に後ろないから大丈夫みたいな感じで、もう無限だよみたいな感じで言ってて、私その言葉通りにみんなに無限ってか、なんかそのないよみたいな、そのもういくらでもやるよみたいな言ったんですよ。そしたらなんかさすがに売り切れた、いやそうなんかまあそのショッピングモール内ですからね、ショッピングモールの前時間もありますし、多分本当はあったみたいで、そうなんか私はその言葉通りにそうなんだと思って、確かにそんな夜中まではできないじゃないですか、常識の範囲内、そうまあそうですね、その後ろの仕事はないけど、そうですね、なんで無限ではちょっとないかもしれないんですけど、どうでしょう、さコールがありだったら嬉しいな、どうなんでしょう、それもちょっとわかんない。前回どうだったっけな。コールできてたっけ。ありだった。じゃあいけるかな。デシベル。愛媛は90デシベルだよ。90デシベルだったから。そう。小声コールだったら OK。 セミ鳴いてる、夜更かしセミだ、愛媛コールだんだん大きくなってきた。まあそうだよね。初セミ？え、そうかも。今年初セミかも。え、聞こえる？聞かせたい。見ないよね絶対。今窓の近くにいた。
ありがとう。セミの声聞かせて。セミが鳴いてます。セミも鳴き始めました。ミンミンゼミかな。ミンミンしてないからミンミンゼミじゃないな。あ、油ゼミ。今のは油、もう油って言われたら油そばしか出てこん。愛のもそのコールが進化してた。え、なんかさ、エミフルの時にさ、そ、あの、なんか、最初の歌割りの時にね、マイキューってみんな言ってくれるの。風に吹かれながら、マイキューみたいな感じで言ってくれるんだけど、なんかそれがね、なんかね、エミフルがね、なんか全然違って、全然は嘘。なんかちょっと違って、なんか、どうだったっけ、風に吹かれながら俺のマイキューみたいな、なんか俺のみたいな加わってて、なんかびっくりした、なんかなんかあれと思って、急に急に俺の月、小声でも聞こえるよ。公式？いや、わかんない。私さ、コールとかってさ、私からさあんまりお願いすることないので、ほぼないので、多分みんながさ考えてやってくれてるじゃないですか。うん、なんかみんなが空気読んでるんかな、分からん。どうやってあれしとんか分からんけど、ナイス、ありがとう。初めて聞いたけど、神戸でもさらってた、ね、みんな空気すごい、だんだん決まってく。き、あ、言ったもん勝ち。まあそれはありそう。ちょっとコールについては、うん、わかりません。ちょっとわかんないですね。どうしよう、優柔不断だからどうがいいとか決めれんのよ、あんまり。うん、わかりません。しかもさ、なんかコールって結構さ、あれじゃん、結構意見が分かれるじゃん。いや、このコールはいらないだろう、いや、ここはコールしたいみたいな、なんか多分みんなの間でも分かれるから。ちょっと分かりません。も私もなんかどっちがいいって言われてもね、ちょっともう分からん。決めれ、そんな決めれ、うん、なんかみんながやりやすいように、なんか盛り上がるやりやすい感じでやってくれたら、超嫌だったら言うよ、え、ここ言わないでって。でもそれが別にそこまでない。
の世界観、まあね、あるね。難しいよね。瀬戸内の声とか、いや瀬戸内の声でコールしてる人は聞いたことがないけど。小豆島のオリーブレモンは良かった。もうなんかやるつもり最初は全然なくって、そう、なんかほんの少しの遊び心で始めて、そう、あの曲はね、なんか結構遊びたい感じの曲なんで。なんでやろうと思ったんかね。初披露の時は、初披露の時あったっけ？いや、初披露の時はなかった。多分2回目ぐらいから遊び始めた気がする。小豆島カラオケ入ったの？わかんない。ショールーム？入ってないと思うよ。入ってる！しかも3分49。ま、意外と短い。いや、この曲ね、なんかねちょっと変則的なんですよ。その1番2番って感じじゃなくって、なんかちょっと変則的にな感じなんで、急いで、え、ちょっと待って、56分じゃん。これはじゃあ明日歌いましょう。え、すごいね、びっくりした。入ってないでしょうと思って今調べたら、1番だけ。いや、小豆島はね1コーラスあって2コーラス目がね2サビがないんだよね。2サビがなくって、そう、謎のオリーブレモンみたいな、あれはどこに当たるんかよくわからん。あ、Dメロの中のオリーブレモンが、そうそう、2コーラス目のサビがないんですよ確か、もともと。なんかちょっと変則的です、その型にはまってない感じ。あの、すぐに葵さんの Everybody to the door おー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 みたいな何に飛ぶ。いや、これむずそう。これカラオケ私歌えんのかな。ちょっと練習しとかんと歌えんかもしれん。やばいやばいやばい。オーリーブレモン、これがオリーブでこれがレモン、これ結構むずいんですよ。このここをグーにしたままオリーブ、なんか結構ね今簡単にやってるけど、なんか踊ってたらめっちゃむずいんですよ。O と L、 オリーブとレモンの L、 O L O L 恋も育つ。おやすみって、ちょっと待って、福太郎さん、ねずおさん、りょんきゅうさん、考えなしさん、福ちゃんまるさん、くまねパパさん、福ちゃんまるさん、まささん、おっさんずさむさん、鹿のこここ鹿のこのこのここしたんたんさん、りょうさん、ゆずききさん、ドロロロ、あ、1位はドロロロドドン、アルフォートさんでした。ありがとうございました。おやすみ。
休み。あ、明日何曜日？あ、木曜日？あ、水曜日か？あれ？何曜日だっけ？忘れちゃった。おやすみ。あ、水曜日だ。おやすみ。みみ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 、おやすみ。バイバイ。またね。